ズーバルド。オズーバルドよ。君の貝は出たか。今日も貝は出ずか。日が暮れてしまった。リタとエレナが夕食を用意している頃合いだろう。帰らねば。リタ、エレナ、ハーピー、私は長くその背中を追いかけてきた。だが私が君のすべてを奪ってやる。君の代わりに究極を完成させてやろう。いたぞ、オズバルドだ。ハーベイ、貴様。オズバルドよ、これが。あの日からこの胸の炎が消えることはない。ハーベイ、俺から全てを奪った男よ。先生、なあ、オズバルド先生、んだよ、ぼーっとして生きてるかよ。うん、ああ、問題ない。ったく、頼むぜ、あんたが頼りなんだ。この先だ、行くぞ。炎よ、もうプラン通りだ。いいぞ先生、プランを確認。さて、サクサクいくか。ダッセーやつだぜ。やったぜ、ついにクソ監獄を脱出だ。喜ぶのは早い、夏を食わしやれ。ねえ、お次はどうする、学者先生。早めに決めてくれよ、凍えちまう。あとは最後の難関、島からの脱出だ。査察団の船が
港に停泊しているはずだが。監視庁から査察団へ、計画が漏れた可能性が高い。まずは状況を正確に把握するべきだ。行くぞ、査察団の船だ。悪くないアプローチだ。邪魔だ。思考開始。カスミ、おお、いいぞいいぞ先生、押収処置だ。研究の水位を見せてやる。炎は燃える。応急処置だ。状況は好転する。思考あらよ、プランを考えね。見せろ。やるかよ。やろ。思考氷よ、ひとわり貴重な知見を得たな。おい、聞いたか？脱走者が出たらしい。警戒を強めろ。脱走者を探し出すの。なんてこった、査察団にまでバレちまってる。どうする？相棒、計画を変更するしかあるまい。査察団の船は使えない。代わりを調達する必要がある。おいおい、どこに他の船があるってんだよ。いたぞ、脱走者だ。やがった、先生、追ってな。やむを得ぬ。これ以上騒がれる前に口を塞ぐぞ。ちょっと待て。見せろ。やるかよ。待て待て待て。応急処置だ。プランを確認。
オーリオ、キプラン通りだ。思考開始。オーリオ、キプラン開始だぞ。いいぞ。さあ、行くか。あー、愛を求めよう。んー、オーリオ、ヒット。悪くないアプローチ。ここにいても追手に見つかるだけだ。どこかで一時身を隠さねば。先生、あっちに小屋があるぜ。よし、行くぞ。どうするよ先生、このままじゃ捕まっちまうぜ。査察団の船は使えない。何か代わりは？ん？先生、妙案があるなら早くしてくれ。このままじゃ弾が凍っちまうぜ。今何と言った？ああ、弾が凍るって。貝は出た。貴様は優秀な助手だ、エメラルドよ。はあ？俺の息子が役に立つのか？いや、必要なのはそこにある藁だ。おい先生、そんな藁で何する気だよ。船がなければ自ら作るのみだ。おいおい、ふざけてんのかよ先生。わらの船で海を渡る気か？俺たちはカワウソじゃねえぞ。いかにも人間ゆえに知恵を絞る。妖乱よ、マギ。氷の船だ。水に浮かぶ藁を土台として氷で覆ったのだ。船だ。信じられねえ。これならいけるぜ先生。川を挟んだとある雪の町では、凍結した川に藁を敷き、水をかけ凍らせ橋にする。頑強な氷の橋は馬車をも通し、町は栄えたらしい。それを思い出したのだ、貴様のおかげでな。人が乗れる強度もある。
この極寒だ。氷が溶けることはあるまい。ランを、ああ、急の水位を見せ、炎よ、もう終わりだ。貴重な知見を得たな。やれやれ、なんとか負けたな。この船びくともしねえ。意外と頑丈だぜ。当然だ、俺の氷結魔法を侮るな。この時期は海流に乗れば大陸まで流されるはずだ。無事に大陸へ逃げたとしても追っ手がかかるだろう。当初の計画では奪った査察団の船を大陸の前で沈める予定だった。事故に見せかけ我々の死亡を偽装するために。今となってはそんな猶予はない。なあ先生、ずっと聞きたかった。なんだ。あんた妻子殺しの罪だったよな。本当にやったのか。貴様には関係ない。俺は長い監獄生活で罪だが、先生、あんたは奴らと何か違う。そうだ、あんた止まれ先生。何？止まれってんだよ！やっぱりあんたとはいけねえよ。何が氷の船だ！大陸まで運が良くて数日だ！俺らも凍っちまう！やっぱ俺は査察団の立派な船をいただくぜ。警戒された中で船を奪うのは容易ではない。奪えたとしても島と大陸の両側から追われる。小船で密かに渡航する方が逃げ切れる公算は高い。やってみなきゃわからねえだろ。好きにするがいい。お別れだ、オズバルド先生。別段失望もない。所詮は互いに利益のため手を組んだ関係だった。
おい、いたぞ。船を出せ。すぐにな。な。早くしろっつってんだよ。俺は気が短いぞ。オズバルド先生の言う通り、この船じゃ逃げ切れねえ。いずれは捕まる。さて、やるか。チヘドハイで掘った大事な隣石炭、ありがたく使わせてもらうぜ。一つの疑問が残った。エメラルドはなぜ船に火を放ったのか。彼の行動により監視たちの目は引きつけられ、俺の船は密かに監獄島を離れることができた。そればかりか、もはや追ってもかからないだろう。彼らは俺とエメラルドが別行動になったとは知らない。沈みゆく査察団の船に俺もいると推測されるはずだ。エメラルドの行動はまるで、不可解な問いへの解は出ず、俺の胸にかすかな空虚が訪れた。エメラルド、そして俺は船を漕ぎ続けた。力の続く限り、どこまでも。お帰りなさい、リタ。疲れたでしょ、オズバルド。大したことはない。オズバルド、そばにいて疲れを癒してあげたい。あなたの上着を洗ってあげたい。エレナと一緒にグラーシュを作ってあげたい。リタ。けれど、まだできないわ。あなたにはまだやり残したことがある。だから来ちゃダメよ。あなたはまだこっちへ来ちゃいけない。愛しているわ、オズバルド。リタ。目覚めたか。ここはコールドケープ、小さな漁村じゃ。
あんた、監獄島の囚人じゃろ。海岸に倒れとったぞ。凍りついた体で、虫の息でな。この地に居を構えて30年、あそこの囚人を3人拾ったが、生きて流れ着いたのはあんたが初めてじゃ。無口な男じゃ。口まで凍りついたのか。空腹だ。あんた、学者じゃな。悪いが、持ち物を見させてもらった。わしもな、名もない学者だったんじゃ。このローブをやろう。囚人服よりはマシじゃろ。世話になった、ご老人。なーに、大したことはしておらんよ。これからは真っ当に生きなされ。真っ当に生きる。そんな日が来ることはない。はい、俺の全てを奪った男よ。この炎が消えることはない。貴様は殺すぞ。